benvenuti a Vivi Giappone. Oggi ci troviamo a Dateshi, a Fukushima, la città dove un tempo risiedeva Date Masamune, la sua famiglia più che Date Masamune, prima di essere mandato per Sendai per creare poi il feudo di Sendai. Oggi è appena aperto la mostra degli Okihagari Koboshi, ovvero i monaci sempre in piedi, potremmo dire, che cadono e si rialzano, a simbolo appunto del Giappone dopo l'11 marzo 2011, dopo il grande terremoto dell'11 marzo 2011. Ci sono un sacco di queste statuine dipinte da artisti famosi e mangaka famosi. Il primo che abbiamo qui è quello di Kenzo, lo stilista Kenzo, ma ne vedremo, vi faccio vedere tutti. Ma noi ci andiamo a vedere com'è la mostra. どうもよろしくお願いします。簡単な自己紹介と今日のプロジェクト、どうやってここまでたどり着いたということについて聞きたいんですけど、よろしくお願いします。伊達康宗と申します。仙台藩祖伊達政宗公から数えて18代目の当主にあたります。よろしくお願いします。沖合こぼしプロジェクトをパリで高田健三さんと始めました渡辺実です。よろしくお願いします。 沖合こぼしプロジェクトはいつスタートしましたか。震災2年後の2013年の3月11日にリヨンの視聴者で復興イベントをやった時にパリから健三さんに来ていただいて20点ほど持ち込んでリヨンでも20点ほど作っていただいたのがスタートでした。今何点ぐらい。私が管理しているだけで400点ぐらいありますね。すごいですね。でも2年前の広島では子供たちが600点作ってくれたんですよ。でそれはもうちょっと管理できない。イタリアでやった時にはまあその時にダビデさんにもお世話になったんですけれども、ややアーティストが参加しフランススペインというでスペインではですからあのハポンさんたちやっていただいて一つ一つの作品に いろんなその人々の思いが入ってて愛する日本が福島で倒れてしまった、これが沖合の応援するんだというあの思いを込めて作ってくれてるので、ただやっぱりウクライナでそのチェルノブイリのあの原発作業員の方とか、そのお子さんとか、新書者とか、あのウクライナの人たちが福島を応援するために作ってくれた。すごいですね。だからこれはやっぱり福島の方にぜひ見ていただきたいなと思います。伊達さんは自分のも作りましたんですね。このプロジェクトについてちょっと感想を聞きたいんですけど、東日本大震災復興そのために世界中の人が東北を応援しようという思いでこのプロジェクトを立ち上がりました。渡辺さんの話を聞いて私もそれに何もなく応援させていただきたいと思ったところでした。 そういった中で私もただただ応援するよりも一緒にその中の一人として作品を自分で作って、そして皆さんにもその気持ちを伝えることができたならこう思うようになりました。今回の作品は私の先祖である伊達政宗公を描いたものです。ご承知の通り、東日本大震災ちょうど400年前に東北地方 伊達62万石その地域を慶長の大津波が襲っています。規模的には東日本大震災と同じであったということが分かっています。その復興のためにだとは思います。震災発生から2年後に慶長犬を施設を政宗公は派遣しています。その目的、もしかしたら海外との交易によって領土を 豊かにしていこう、新しい文化を取り入れてさらに人々を幸せにしていこう、またはキリスト教の布教を自由にして人々の心をさらに温かくしていこう、そういう思いがあったのかもしれません。まさに新しい国づくり、平和な国づくりを政宗公は震災の後復興の一つの一番の目標とされていたんでしょう。そういう思いを作品を作った。すごくこれもやっぱり復興を応援するためのオリジナルなアイディアで、いろんな人のねあの手伝いもあって、いろんな人と参加して、すごく素敵なことですから、まああのこれから今度
ロマにもユタラにも戻る予定ですか。台湾には行きますけれども、うん、基本的にはもう日本国内メインで考えています。ありがとうございます。ありがとうございました。それではこれより起き上がりこぼしプロジェクト福島立て展を開催いたします。皆様テープカットをお願いします。サンハイ。Quindi questa era ed è la mostra degli Oki Agari Koboshi. Abbiamo anche molti artisti italiani, c'è cioè addirittura Bruno Bozzetto, quindi abbiamo partecipato attivamente a questo, insomma, un progetto molto interessante, molto bello, particolare, per non far dimenticare appunto sempre l'11 marzo 2011, ma anzi ricordarlo e aiutare le persone spiritualmente, posso dire, supportare la rinascita con l'arte. Quindi, come sempre, vi giappone è tutto, iscrivetevi, condividete, mettete mi piace e commentate. A frappè.